進です。はい、瀬尾です。さあ、はい、よろしくお願いいたします。あと今日は2人でやっていこうと思いますけども、はい、僕との面、ね、2回目になりますけども、今回ですね、はい、まあ、去年の12月29日に行ってきたんですけども、はい、私的にはドハマり部門のしびれがあるお店ということでね。去年ってこの先月でした、ね、あ、まあ先月ですけども。すげえ。そうなんですよ。赤星でわしゃし TV でやっていただいてるんですね。紹介されたと。ありがとうございます、ね。こちらがその今行きましたドハマりした CSYM ってやつなんです。 CSYM、 ASMR みたいな ASMR みたいなね、はい。まあ、今回はこのラーメンと豚2枚券を2枚購入してるんです。なぜなのか、うん、というとですね、まあ、こうラーメンのデータ見ていきますけども、はい、全部マシマシでなんと、うん、あ、ラム、ラム肉にしていただけたんです。しかもこの29日限定で羊のスープにもできるという、はい、これをねまず行ってきたんですね。というわけでまずはこの豚からちょっと行ってみましたよということで、うん、かなりの重みを感じる大判引き締まり豚、うん、もうそのままね、腕を輪切りにして、ああ、まあまあもうかもね。そうね、うん、透き通る土肥乳化スープで、ございますが、これがね、あの羊なんで、おお、獣感がちょっとふわーっとくる、うん、これが羊スープで、どんどんこれをやっぱりね試していきたいんで、野菜もぎゅーっとつけていきますけども、うん、僕がちょっとクタが好きなんで、あえてこう、ズブズブなんですか関係。いや2回目ですよね。2回目です、はい、2回目とは思えない。いや、それやっぱり僕も美味しい美味しい言ってるんでね、すごく行ってしまうんで、ここには待遇がいいです。ありがとうございます。味付けね、やや甘油ということで、やっぱり川口市内なんでね。いや、でも徒歩35分なかなかじゃないですか。あ、まあまあ、しかも蕨駅からね。蕨駅からね。蕨から。蕨からか。ということで、ラム、スープ、企画の日限定でこういった今のね、細切れ豚ホロホロの、そう、入れてくれたんですよ。いいですね。ありがとうございます。さあ、そしてついに来ました、ラム、ラム肉の二郎系初でございます。どんな味がするのか。柔らけー、うん、すっげー柔らかいんですよ、これ、はい、思ってたよりもっとこう、あの肉肉しい繊維のあるかなと思ったんですけども、はいはい、スープよりもね、あの羊の香りが口にこう、うわーって広がって、うん、羊食べてるなー感もやっぱり強いです。なるほど。野菜と組み合わせるってことで、ね、もうジンギスカンじゃないかなということをね。確かにか。いや、そうまあね、麺もそのままおっと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 引き出していくが、うん、あのツルッツルのね、あのシコシコの麺なんで、うん、ね、歯ごたえも残しも最高ですよというのが、この僕との麺さんの特徴でございますが、はい、ただその時に、もっと足を思いっきり噛んでしまうという、どっちも知らんけどグリッていったから、もうよそ見したもん、壁しかないし、壁いや、こっちになんかあるのよ、ポスターみたいな。そうなんですか。そうそうそう。で、追加でね、こう返しもいただいてるんですよ。 あの、なんで途中からかっていうと、うん、まあ、羊をね、よりこう正確に味わうために、あの、いきなり辛みを入れちゃうともう本当に濃くなっちゃう。なるほど。そうそうそう、これも配慮してくれて、別皿でまあ、出してくれたんですね。まあ、濃い、まあ、ですよな、濃い、あの、まあ、醤油感が強くなっていきますけど、どんどんちょっとずつちょっとずつ今回は実験していきましょう。飲む、うん、一緒ですよ。違うんです、なんと今回は、あ、そうなんです。すげえ、ラム肉の炊き込みご飯をサービスしていただいたんですよ。いいね。いや、これ頼みたかったんだけども、はい、財布のキャパ超えてたんで頼めなかったんですよ。ありがとうございます。本当に食べたかったんです、これラム飯。香りがいい、香りがねえ、羊とのご飯、人生で何回食えるのかってぐらいだけどね。そうっすかね。いける、うん。でもラムの炊き込みご飯確かに食ったことないな。なかなかね、ないと思いますよ。で、ラム肉をね、こうラム飯に入れて、で、生卵って無料でコールできるの。あ、無料なんすね。無料です、はい。すげえ。なので、この生卵ラム肉ラム飯、うーわ、うん、羊ということでね、あの卵との組み合わせでね、ちょっとこう獣臭がまろやかになって、美味しくなるよというのもございますけども、めえ大変ですね。めいやいや、もう大変じゃなくて、めえ大変ないんだよ、そんな言葉。めえ大変。まあ、ここでね、やっとニンニクを入れていきますけども、やっぱり初めから入れちゃうとね、羊の味飛んじゃうんで、うーわ
わ、きたー。あ、梅、あ、ちょっと先に言っちゃったな。あ、先に言っちゃった。結構頑張って羊挿入してた。あ、知らなかった。戸惑ったんですよ。なるほど、これしょうがないですね。あ、でもおい、どんどん入れてくる。いやもうどんどん入れてくるな、もう。まあ、しょうがない。生姜のね、味も最後の方に入れていくのがこうおすすめですよということで、さっぱりね。でもまあね、ここでさらに詰め替えタイプの黒胡椒なんかも入れていきますけど、基本的になんか羊の料理って、はい、こう胡椒入れたり生姜入れたり、結構スパイスを、ね、たくさん使うお料理ですから、はい、基本的には合うんだよね、やっぱりね。なので、まあ、皆さんもどんどん味変していって、濃くなったら僕との麺水を。どこなんですか。これですね、なんと以前紹介しました、大久保浄水場です。埼玉市に水を送っている。いしかもピンときてない、はい、三里の浄水場もね、江戸川から引いてるんで、あんま分かんねえ。埼玉県三里市ですね。そんな川口水で作られた。いや、僕とも麺水でしょ。あ、そう、あ、そっか。いや、まあ、まあ川口水でもいいんだけども、最後はね、いろんな味がするオリジナル汁になりました。オリジナル汁、オリジナル汁に、ちょっとパワーワードですね、オリジナル汁。パワーワードかどうかわかんないですけど、お口もね、丁寧に拭いて、うわ、器が多いな。もういっぱい。ごちそうさん、ボスはでも一番でかいやつでしょうね。一番でかいやつ、コアは、コアは周りをこう回ってるシューティングゲームのやつみたいな。マシマシレベルは88です。確かにいろんなサービスがね。そうなんですよ。というわけで、はい、でして、でですね、僕とのメンさんですね、非常に店長さんがお友達が多いんですよ。二郎会、二郎会、二郎会のお友達が多いんで、うん、まあ、ここだけの話、はい、いろんな店舗とコラボをしていくんじゃないかと。え、二郎系じゃなくて二郎の、あ、系です、二郎系の、二郎系ですよね。まあ、二郎の、まあ、店長さんとももしかしたらどっかでつながってるかもしれないけども、なので、これまで行った店員さんたちといろいろお話をしていったら、なんか大きな川口コミュニティが、二郎系コミュニティができるんじゃないかと思って、はい、で、さっき僕 の、 壁で紹介してくれてたじゃないですか。あ、はいはい、その隣になんかチラッと別の、あ、あれがですね、メイン屋穴場さんという二郎系のお店なんですよ。あちらなんとパチンコ屋の中にある。あれ、なんかやってってませんでしたっけ。いや、これがまだ行ってないんです。行ってないか。行ってないんです。あれ、行ってないっけ。行ってないんです。行ってないか。なのでね、早急に行きたいということで。なるほど。まあ、そちらでもちょっとご挨拶していただけたらね、幸いですということで。僕との麺、美味しかったです。はい。また何かあれば、行ってみたいと思いますので、ご参照。はい。